ビトージーラーオ・ホールカルの母病ビトージーラーオ、ホールカルは、インドのマラーター同盟、ホールカル家の一員。ハリ・ラーオ・ホールカルの父でもある。1776年以降、ホールカル家の当主トゥコージーラーオ・ホールカルの息子として、生まれた。1797年1月29日、兄・カーシー・ラーオ・ホールカルが、父親から当主位を、 プネーで譲り受けると、ニー・ヤシュワントラーオ・ホールカルと共に、マルハールラーオ・ホールカルを押し、と共に、プネーに進撃した。同年9月24日、ダウラとラーオ・シンディアの軍が、マルハールラーオ・ホールカルを、プネーで攻撃し、彼を殺害した。だが、ヤシュワントラーオと、ビトージーラーオは、プネーを逃げることに成功し、前者はナーグプルへ、後者はコールハープルへと、それぞれ逃げた。 その後、ビトージーは、マラーター王国の最小量に襲撃をかけていた。だが、最小バージーラーオ二世は、バープーォーカレーとバーラージークンジャルを派遣し、1801年4月に、ビトージーは捕らえられ、ブネーに連行された。同年4月16日、ビトージーは像に踏みつぶさせられて処刑された。だが、その死はニーヤシュワントラーオを激怒させ、これが、 第二次マラーター戦争の一員となった。ありがとうございます。